芸術家岡本太郎さんの最高傑作とされる巨大壁画明日の神話を招致したいと全国3つの町が名乗りを上げています。立候補した渋谷では明日の神話を町づくりの核にしたいと招致活動が熱を帯びています。明日の神話は原爆が炸裂する瞬間を描いた縦 5.5 メートル横30メートルの巨大壁画で現在東京都現代美術館に展示されています。所有する岡本太郎財団は永久展示場所を探してきました。あれは誰かの家で飾るようなものではないわけですね。立つだけで作品の方からシャワーのようにいろいろな志やメッセージが降ってきますから、とにかく前に立ってほしい、できるだけ多くの人に立ってほしい、もうそれだけですね。屋内でいつでも誰でも見られて岡本さんゆかりの場所を条件に受け入れ先を募集した結果、被爆地広島市、岡本さんの作品太陽の塔がある大阪府吹田市、そして渋谷が名乗りを上げました。永久展示場所に決まった都市には壁画を無償で譲り渡すということです。どこに決まりましてもこの壁画にとって幸せな結末になるだろうと確信をしておりまして、心から安堵しています。渋谷区や町会、地元企業などで作る招致プロジェクト実行委員会は、青山通り周辺に岡本さんの作品、子供の木や記念館があることから立候補しました。展示場所には渋谷駅西口から渋谷マークシティを結ぶ通路を挙げています。渋谷にですね、日本一のもんだとか世界一のもんってないんですね。渋谷はこれからまだまだ開発が進んでいく街でございますので、その絵にあるような核の爆発にのエネルギーをもらってですね、そしてそれを街づくりに生かしていきたいな。今月5日には招致をテーマにしたシンポジウムが開かれ、実行委員会が街づくりの核にしたいと訴えました。明日への神話をこの渋谷の地域にですね、これをやはりいただいて、それを地域の文化としてシンボルとしてそしてやっていこうと。また実行委員会は渋谷駅周辺でビラを配るなどして招致活動を PR しています。若者が集まる街なんで、そういうのがあると戦争のことを考えるのも増えるんじゃないですかね。いいんじゃないですかね、単純に作品が好きだから。賛成です。名所になったらいい。岡本太郎財団は年明けから立候補している都市を訪ねて調査し、現代美術館での展示が終わる4月までに永久展示場所を決定する予定です。まあ、原爆が炸裂した瞬間を描いたという作品の持つ意味合いからすればですね、はい、広島が最もふさわしいのかもしれませんけれども、東京のあの渋谷から広島を、そして世界平和を考えるということもありだという気がするんですけどね。そうですね、もう意識的にこの原爆の絵を見に来る人も、うん、それからたまたま通りかかる人も、とにかく大勢の人が集まる渋谷という街ですから ね、はい、より多くの人に見てもらいたいということであれば、うん、渋谷に設置するのが絵にとっては幸せなことなのかなという気もしますけれども ね、はい。